みやです。ひろです。おまんちゃです。おならの時速は12キロロックなチャンネルです。わかんねえ。早かったな。いきましょう。本日の動画はよスノーマンプノーシスミュージックビデオです。光岩本浩二向井連めぐるユニット。ありがとうございます。はい、というわけで今回はプノーシス見ていくわけですけども、あの先ほどね、一緒に知ろうぜ最終回ジーコ編をね、感動、はい、ラストラン、感動のラストラン、感動のラストラン、撮影させてもらったんですけども、そのジーコの、楽曲といえばって言った中でロックオンを扱わせてもらったんですけども、うん、それと同じぐらい多かったのが、うん、ユニット曲のこのプノーシス、テルミーとジーコとメメでやるやつがめちゃくちゃ多かったんで、うん、これも合わせて。という感じで、もうユニット曲です、ね、なるほどね。第2弾です。第2弾。第3弾。あ、第3弾。第3弾。あ、サッカー。ベースボンと、なんだっけ。もうベースボン見すぎて、もう。ちょ、わかんなくなって。わかんなくなっちゃう。やることいっぱいあるからね。何本やんなきゃいけない。第3弾か。第3弾。このジーコのおすすめとして挙げられてたんで、そこにね、注目してやっていきたい。はい。OK。行きましょう。行きましょう。はい、お願いします。ジーコスタートですね。ジーコスタート。おお、ギャッ。結構いきなりビート強くなる。あ、おおお、なるほど。もう、なるほど。あ、なるほど。シリが。なるほど。これ途中のシリはなんか急に発動した。急に発動した。あれだね。なるほど。わかったわ。お主たちのおすすめした理由はわかったぞ。わかったぞ。やっぱジーコの高音がやっぱめちゃめちゃ聞かせる感じだね。やっぱこの曲のジャンル的にもジーコの高音がやっぱこう主旋律になってくるんだろうなーっていう。だけど、結構双璧をなすように、レンメグロもすごい。レンメグロ。中音域のね、存在感がやっぱすごかったね。で、テルニーのラッパートというか、やっぱあそこでこう幅を持たせる楽曲に、うん。ブルンブルンブルンもそうだけど、やっぱこのバランスが、確かに。いい歌としよう。テルニーのラップポジションっていうのが、この中核をすげえ担ってると思ってて。確かに。やっぱみんな、総合的に、ほら、スノーマンって、歌唱力高いから、うん、そうダンス推しだけどみんな歌唱力のレベルも高いから、3人グループのユニットだったらやっぱこの2人の特性の違う声色っていうか性質の違う2人のやっぱこのツインボーカルシステムがやっぱすごくこうね面白いというか聞いてて、うんうん、聞き応えあるなっていうか、ね、ジーコのこの高音域がやっぱすごい、ね、これいつも以上にやっぱこうそもそも尺が長い、パートの歌ってる尺が長いから本当にこう高音スキルをまざまざと、うんうんうん、でメメのその歌唱力のうまさというか、うんうんうん、こうなりの効いた、なりの効いた歌い方というかボーカルテクニック、ここもいいよねっていう、なんかまたこれまたブルンブルンブルンとは違ったなんかこの二人のボーカル、やっぱこう聞き応えっていうのがあってすごくいいね、うん。これはみんなおすすめするね。はいがねやっぱ聞いてるから。ラップうまっ。ラップが。おお、行く行く。まあ
ベレー帽が初めて見た。ベレー帽、ベレー帽、ベレー帽がいい。ベレー帽がいい、新しいスタイル。ベレー帽いいね、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 似合ってた。何でも似合うんだから。かぶりもいい。ここよね、ここよね、うん、うわ、あー、森、モノリス、メグロ。何や今のは、この並べ方。森、モノリス、トリプル M ですね、トリプル M です、トリプル M、トリプル M です。森、モノリス、メグロ。何言うかと新しいな、それも。すごいね、なんかね、あのパナソニックとかの CM とか出てきそうじゃない、家電の、うん、自然に優しい、そうそう、自然に優しい系のね、 SDGs 環境、そう、環境系の CM で採用しよう。ありそうですよ、ゴゴティーのほかに環境系ね。ゴゴティーがね、目の付けどこいい企業さん、目黒いますよ、ここ。目黒いますよ、CM にクリーン、クリーンだしな、クリーンな、何の宣伝だ、クリーンな目黒いますよ、いますよ、どういうプレゼン、いますよ、誰なの。この雰囲気いいな。はい、ナイス。裏がいい、裏がいい。はい、みんな二重、はい、みんな二重、はい、みんな二重でした。そっか、はい、みんな二重でした。まさしく大きかったけど、二重でした。はい、みんな二重、はい、みんな二重、はい、みんな二重でした。歌聞いてたもん、環境に良すぎるね。私、CM だね、CM だね、マイナス4がドバドバ。あ、そうそうそう、空気清浄機的なね、そう、家電の紹介。あ、そうそう、いいよいいよいいよ、あるあるある。うわのロックオンからこう対極にあるね。対極にあります。振り幅がすごい。ありましたね。まあでもこう円熟したから出せるっていうのはあるよね、うん。やっぱこういうちょっと高級感というかこう雰囲気のある楽曲っていうのはやっぱ今だからこうできるのかもしれないね。いやベースボーンしっかり、いやブルンブルンブルンしっかり。やっぱこう世界観ユニットになると強くなるの面白いね。コンセプト、いろんなコンセプトがある中で、なんか作品、本当映画見てるような作品にこう引き込まれるようななんかの。世界観の確率がすごくユニット見てると強いから、うんうん、いつもよりも、うん、なんかそこに楽しめるのが、そうですね、なんかだから短編ストーリーをガン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 見てるみたいな感じなのがいいかな、うん、個性がいっぱいある分、うん、なんかその組み合わせで何でもできるっていうか、そう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 、この3人だったらこれみたいな、アンティークと森、ね、アンティークと森、アンティークと森ね。あ、でもよかったよね。よかったよかった、映えるよね。なんかちゃんと3人の意味がありますね。あ、そう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 、3人にしてる意味があるっていう感じがして、うん、またこの世界観を楽しめる、このユニットの空気感を楽しめる、いいよ。歌に全振りというか、今回ね、放送してる分、ね、本当いつも以上に俺はもう動きっていうよりかはこう音楽にやっぱこう没頭していくと、スノーマンがダンスを売りにしててもやっぱこう歌もやっぱかなりトップクラスだなっていう、改めて再確認できる。ヘテルインラップ力しかり、いや、そう、うん、やっぱその総合した歌唱力の高さっていうのがやっぱこう伺えるよね、うん、普段やっぱこう9人いるからパート割りがねポンポンポンってショートスパンなんだけど、うんうん、
これがやっぱロングになった時によりなんかあここもっと聞きたいところを存分に楽しめるっていうのがね、うん、このユニットのいいところかもしれないね。いいところだったな、うん、素晴らしい、いい世界観でした。素晴らしい、寝る前に聴きたい曲ですね、はい、あ、いいね落ち着いた夜お風呂上がった後の寝る前にちょっと一曲聴いて睡眠導入ソング睡眠導入ソング導入ソングね、自律神経を整えてね、あるけど、うん、はい、というわけで今回は、SnowMan プノーシスミュージックビデオ、見させていただきましたが、ね、やっぱりユニットの良さっていうのがあると思うので、うん、まだまだ、うん、あとちょっと何曲4本あと4本あります、ありますんでちょっとその4曲も追っていきたいと思いますんで、はい、引き続き動画チェックしていただけると嬉しいです。必ず完走しますのでチャンネル登録高評価通知オンにしてまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。